昨シーズン自分の納得いく、まあ、チームも納得いく結果じゃなくて、まあ、愛媛のチームもオファーしていただいたので、まあ それを、まあ、その悔しさを今シーズンはしっかり返したいと思い残りました、はい。まあ、今シーズンは帰化選手も多くて、まあ、多分外国人選手とマッチアップすることになることが多いと思うので、まあ、ディフェンスだったり、まあ、その後の走りだったり、まあ、そういうところを見てほしいですね。やることは変わらないので、まあ、しっかり、まあ、空いたらシュート打って、まあ、走って、まあ、ディフェンスするっていうことで、まあ、変わらず引き続き同じようなことを、まあ、もっとレベルの高い感じでやっていきたいなと思ってます、はい。まあそうですね、まあ、しっかりチームの目標であるプレーオフ進出しっかりしてやっていきたいなと思ってます、はい。まあ、今シーズンはしっかりチームの目標であるプレーオフに進出したいと思うので、今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いします。